ワイルド・フラワーズはイングランド出身のロックバンド。後にカンタベリー・ロックのジャンルを築く礎となった基礎的グループとして知られる。解散後はソフト・マシーン、キャラワンの2杯に枝分かれた。1964年、ホッパー兄弟、ロバート・ワイアットにケビン・エアーズが合流して結成。後にリチャード・シンクレアが加入。1965年、デモレコーディング後に エアーズ脱退。グラハムフライト加入。さらにデモレコーディングを行う。リチャード・シンクレアとフライトが脱退。ワイアットがボーカルに専念するため、ドラマーのリチャード・コフランが加入。1966年、パイ・ヘイス・ティングス加入。ワイアットが脱退し、エアーズと共にミスター・ヘッドを結成。後にソフト・マシーンと改名した。ヒュー・ホッパーが、 サックスに転校したため、ベーシストを探すこととなった。当初、ベーシストとして、デーブ・シンクレアが加入するが、すぐに、オルガンに転校してしまった。そこで新たに、デーブ・ローレンスがベーシストとして加入。1967年、ヒューホッパーが脱退し、ソフトマシーン2籍ワイルド・フラワーズ活動停止。1968年、ヘースティングス、デーブ・シンクレア、 コフランが初期メンバーのリチャード・シンクレアと合流してキャラバンを結成。これをもってワイルド・フラワーズは完全に消滅した,た。デモレコーディングを行った。デモレコーディングを行った。デモレコーディングを行った。6月24日のギグはコフラン不参加のためワイアットがドラムも兼任した。ありがとうございます。